よし、じゃあね、メンテ開けたんでね、これ新ダンジョン神々の成績ね、早速いきたいと思います。スタミナ99、バトル9で、まあ、結構短いね。てか降臨ダンジョンなんかなこれ。というわけでちょっとね、初見はねちょっとこれでいきます。あのちゃんとねバルキリーも入れてます。はい、ちょっと多色でねちょっと行ってみたいと思います。さあまず、76リーダーチェなんですけど、リーダーのファスカに、ヨーダのライトセイバーで、ヘキサゼオンにチャコルで、バルキリーにハチクジ迷い、ゼローグに水着風神で、マリエルにボンタ君で、相方がアマコズミです。もう早速いきます。いやもうさっさとクリアしよう。お、なんか背景かっこいいな。あ、なんかいきなりあれじゃん、運命の三振来たんだけど。ただなあなあ、これ行動がなんかあれだな、変わってそうだね。神って書いてあるね。じゃあとりあえず、まあでもまあいずれにしてもね、まずはちょっと5色組んで、はい、ちょっとスキルチャージかけていこう。いやちょっとあの行動ターン変わるので、できればあのもうちょっと待ってな。あ、 OKOKOK、 よし、なんかスキル貯められそうな雰囲気あるな。いやただちょっとダメージ怖いねこいつで。ちなみにね、ちょっとこれ結構すごい久しぶりの、まあ多分動画投稿になってると思うんですけど、あのね、そう、昨日、まあ一昨日からなんですか、一昨日はねちょっと別のダンジョンねずっと回ってて、うん、動画撮る時間があんましなかった。あーなんか普通だね。オッケーでね、昨日に関してはね、なんか体調あんま良くないし、一応動画もね撮ってはいたんだけど、なんかもうちょっとひどかったんで、あのボツにしちゃいました。はい、オッケーオッケー、スキルなんか貯められそうだねここで。さこれね、あのこのパーティー無効潜在つけてるキャラいっぱいいるんだけど、そうこれがなんか強化されて、あの火力がね 1.5 倍に上がるようになったんだよね。これ結構いいよね。でまあここもうちょい殴るか。なんかスキルダメはすごいしやすい優しいダンジョンね。変身パーティーとか結構使えそうだねこのダンジョン。まあちょっと僕は今回あえてね、まあ多色で言ってるんですけどね、という感じです。はい、さあこれ行動ターン変わるよね。うん、マリエルがねまだあと全然先なんですけど、操作短縮食らっちゃったんで、これどれぐらい食らった今、半減か。どうしよう、まあ、バルキリー使っていいか。てか初っ端からなんか結構硬い敵だね。すごい重たいんですけど普通に。ちょっとあとはこいつのちょっと発狂ライン、それに気をつけたい。あとマリエルの離脱はまだか。うわーお前やるな、お前なかなか喧嘩売ってんねそれ。あやべえ、威嚇打っちゃった、やべえ。もう押しミスしちゃったし、もう最悪なんだけど。もういや、もうじゃあもう倒すわ、もうこいつなんかめんどくせえし、遅延してくるし、もうちょっと闇組みたい。ああ無理か。だったらもうここで倒してほしい。ああでもそうか、闇家さんと無効潜在発動しないのか。ちょっと発狂ラインやめて。ああ怖い、すごく怖いです。ちょっとなんか幸先不安な感じがしてるんですけど、ちょっとまあ切り替えていこう。まあ多分ここはこれで倒せるんじゃないでしょうかね。ちょっと早くね、リダチェンしないと、このままだとファスカ昨夜で行っちゃうことになるよ。え？うわ、なんかさ、急になんかキャラ動くとマジびっくりするんだけど。いや、スキル封印？なんだこれ。魔剣士ランダム的な感じか。なんか面白いね。急に敵動くとさ、マジで違和感しかない。気候上みたいに最初から敵がさ、ね、全員動くってさ、
分かってたらあれだけど、めっちゃ違和感なんだけど、何これ。うわ、しかも硬いし、耐えられそう、耐えられそうだね。 OK、 じゃあマリエル溜まったんで、行きましょう。ただこれ欠損してるから、まあ昨夜使うしかないか。よし、いやこれでまずはね一安心ですね。はい、ちょっと大丈夫かな、あんましねまともにパズルもしてなかったからな、ちょっと動画休んでた期間。いや硬くないこいつら。なんか軽く上がったんだけど、やばい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 、ちょっと待ってね。じゃあ光十字くん、ちょっと昨夜に頑張ってもらおう火力を。やばいな、これ倒せんかったら終わりだぞ。いや硬すね、あかなんか硬すねになってた。うわ光欠損マジ嘘でしょ。もうなんかなんでこんな踏んだり蹴ったりなの、なんか大丈夫。俺の実況もおかしいしさ、めっちゃ盤面もおかしい。ちょせめて倒してじゃあね、まず倒してここ。 OKOKOK で頼むから、あの先生やめてな、なんか先生してきそう、やめてやめてください。あーよかった。50% 超根性ですね。ちょっとねまだなんかいまいちよくわかんけど、ただなんか全体的に敵が硬い気がする、すごく。いや魔剣士あれ相当 HP あるで。だってさあいつらさ悪魔半減だよね。ってことは昨夜半減されてないじゃん、だからもうね HP 余裕でなんか60億とか70億とかその辺ありそう。うわしかもそうやって変換してくるんだ。もうこれ多色で挑むべきじゃなかったかもしれん。ちょっとこれダメだな、これ負けたらパーティー変えよう。どうしよう、ヘキサゼロンでいっかな。いやちょっとなんか嫌なダンジョンだね。まあ敵のねダメージとかそんなやばくはない感じはするけど、とにかく硬い、敵が硬すぎる。ダメージ向こうね、いや強っ。うわ最悪なことされた。ここバルキリー行くか。バルキリー行こう。これね HP 全回復あるんで、これ地味にありがたいね。うわしかも待って、5、6番目10ターンなんだけど、嘘でしょ、なんで7、6対策してんの。今時そんな7、6パーティー猛威振るってるやついるか。これ火力アップ、消せない。いやなんかいろいろやってくるね。じゃあファスカ行こう。いやちょっと待って、 5×6 盤面がやばいんだけど普通に。どうしよう、もう欠損したらもうこのパーティー終了だよこれ。なんかさ普通に難しい気しかしねえんだけど、このダンジョン。あの変換とかやめてね。あやばい、ダメージ終わっとるわ。マリエル使います。でもこれ絶対回復追いつかねえわ。何これ、なんかやばいダンジョンこれ、なんか様子がおかしいな。あもうなんで、もう斜めがゴミすぎるけん、あもうなんかやばいね、なんか俺のパズル調子良くないね。でしっかり敵が残っていくとね。うわうわうわ、あもうやばい、なんだこれ、なんかおかしいぞこのダンジョン、いろいろとおかしい。
待って、これゼローグのアシストってこれどういうやつだっけ。ダメージ吸収無効か。あーこれ負けたかもしれん。これいややばいな、このダンジョン普通に難しいぞこれ。いや倒せないでしょどうせ。あーですよね。あーでもなんか発狂なさそうだな。じゃあね、ちょっとなんか普通にね、このダンジョンなんか難しそうだったから、ちょっともうバルキリーとか関係なしにもう普通に勝ちに行くことにしました。はい、もうセイナシーウルフで行きます。でまあアシストなんですけど、左から大き武器アカシェリング、光イルミナ、イノスケチャコルで、アカソニアですね。いやちょっと普通に難しいわこのダンジョンマジで。じゃあサビ使って、いやーここ倒したいけど倒せるかな。なんか このキャラさ、なんかさっきのあれを見る感じだとなんか発狂がねなさそうなんだよね、あの HP 発狂ね。だから多分ね発狂のことは気にせず普通にもう殴りにかかっていいかな。ちょっとねこの人ねダメージがやばいからちょっと早めに倒さんといけんわ。いやもうおかしい、いかれてるわこれ。ちょっと回復拾いたいからちょっとマグニート使うか。うん、もうダメージがねいかれてるわこのダンジョン本当に。普通に難しいわ多分。いやこれボスとか相当やばそうな気がするな、怖いな。ちょっと間に合うかなこれ。え、オッケー。いやーちょっと回復、あーナイス、その回復落ち込みいいね。オッケー、じゃあここはこいつは突破しましょう。いやちょっと難しいぞこのダンジョン多分。多分だけどめっちゃむずい。え、何これ、かけら、え、何このかけらって。ごめんあんましさ、俺バルキの情報とかあんまし見てなかったから分からんけど、これ何、なんか出てきた。え、これ進化素材、これ違うよね、バルキリの進化って普通に奇跡だよね。え、なんかこういうなんかかけらとか必要なのこれ。ちょっとなんかよう分かんないわ。そうバルキリがね結構性能が強いからね、やっぱダンジョンもまあその分難しくなって。待って、あ右のやつやべえ、クソ勝て。あのさダメージいかれてるの何これ、なんかおかしくないこれ、なんか様子がおかしいぞこのダンジョン。あーしかも回復原色やってるのはソフィー使おう。なんかさっきからダンジョン様子がおかしくない、なんでこんなダメージでかいの。これ難易度いかれてないこれ。うわあ、え待って、その残り方まずくない。え、これさ積んでねこれ。いやこいつらさなんか防御めっちゃやばかったけど、え、なんかこれ積んでないこれ普通に。何これ、やっぱさ序盤でさ遅延とかそういうのが飛んでこないからさ、その分な敵がめっちゃ強くなってるみたいな、そういうオチこれ。よし、じゃあねやっと、まあやっとつってもまあ普通にすぐに戻ってこれたんですけど、じゃあねちょっとここでまずサリー使いましょう。これがね威嚇あるんで。そうだね、このダンジョン結構敵やばいんだけどさ、こういうキャラとかが。ただね威嚇がね通るんだよねこういう敵に対しては。だからこう結構威嚇大事だこのダンジョン。そして相変わらず俺の口はね全然回ってないですけど、うん、威嚇大事だね。でこれでね安心してまあこいつらをね殴れますんで。はい、いやこれさ敵のね HP やばいわこれ。うん、いや無効感プラスさ非2コンボでもこれあれだよ、こんだけしか削れないんだよこれ。やばいよ、おかしいよこのダンジョン、何かがおかしい、ちょっと狂っちゃってるよ。特に敵の HP もやばいね、ダメージもやばいけど、
ともしかしたらこれ突破しちゃうかな。ちょっとできればまだ残ってほしかったけど、あー残るか、オッケーオッケーオッケー。いやーすーごいダンジョンだな。難易度がちょっといっちゃってるよこれ完全に。じゃあここはちょっと盤面を整理してちょっと火温存したいね。 OK、 まあこんなんでいいでしょう。うん、まあこんだけ火あれば十分だ。いやー威嚇が大事なダンジョンか。なるほどね、まあ分かってきたよ。まあやっぱねダンジョンのね情報をつかむことって大事だからね。うん、こう手探りでこうどんどんねこのダンジョンのね中身をまあ開拓していくっていうイメージ。もう難しいダンジョンだとねもうそういうのがね本当に必要だから、そう何回負けたっていいからとりあえずね敵の情報をつかむ。うわー嘘でしょ。これ覚醒無効してくるだろこいつ。やべえやべえやべえマジか。うわしっかあーまあ猛毒目覚めは回避できたが、いやちょっとこいつと殴り合いできるかな、ちょっと不安だな。サリーあと3ターンなんだよね。いやマジか、ちょっとあのアホみたいなダメージ飛ばしてくるのやめてね本当に。ちょっとこのダンジョンさっきからね敵のダメージおかしいから、そっから何してくれ。あーまあまあオッケーオッケー。いや遅延はいかれてるわ。あー遅延はいかれてますねこれね。うわーやべえこれどうしよう。まあまあまずマグニートか、まずはマグニートだな。ちょっと遅延連発されたらさすがの俺も何もできないよ。分かってる君、俺さフレイヤ結構好きなキャラだからさあんましお前の悪口言いたくないんだけどさ、あのさすがにこれ以上やめろよマジで。さあまた欠損しちゃってるわ。遅延やめろよ君。あやべえこいつアホだ。あこいつ多分バカだ、うん、頭いかれてるわこの人。これ忍ぶ使います。もうこの人ダメだ、うん、お前のこと信じた俺がバカだったわ。これダメですこの人。あー待って素で水欠損した。あーやべえ、あーなんかすごいことしてきた。いやでも待てよ、マグニートリダチェンならさ冷やみで軽減貼れるからさワンチャンあるんじゃないかな。ちょっと耐えてお願いだから。ちょっと耐えてくださいお願いします。であと遅延やめて。あーぶね、うわうわやばいやばいやばい、終わってる終わってる。回復追いつくかな。ちょっとやべえやべえやべえマジでやばい。覚醒無効ここで終わるからちょっとここ頑張って耐えようマジで。うん木は前傾した方がいい。ちょっと頼むマジで耐えてください。あとなんか覚醒無効切れるタイミングで発狂とかそういうしょうもないのもやめてね。あーよかった。うわお前やるなお前。まあ、とりあえずシーウルフか。そしたら、なんか火の量少ねえな。さすがに倒すのはちょっとあれかな。まあ、でもとりあえず全力コンボして、やっぱ回復大事だ、回復。なんかこの辺のさ、なんか敵が1体だけ出る場合はあれだね。そんな敵のダメージそんな大きくないから。うん、助かったわ、正直。うん、こいつももうなんかもう これしかすることなさそうだから。ただちょっと毎ターン変化してくるのうざいね。ちょっとあとは発狂ライン入りたくないから、うーんちょっとここはなんか適当コンボでなんとかなりませんか。ちょっとできれば次で突破したい。
ちょっともう変なことするのやめてな、マジで。OK。ああ、そうか。今までリラチェン食らってたのはそうか。リラチェン耐性が発動してなかったからか。なんかリラチェンされた時あれって思ったけど、そういうことね。よし、じゃあここは多分これ突破できるでしょう。いや、ちょっとこのダンジョンなんか普通に難しいぞ、マジで。ああ、なんかちょっと今ギリギリだったね。怖かったね。さあ、6回。ああ、なんかでもさ、知ってるキャラが結構出てくるね。こいつもね、たださ、シンって書いてあるからさ、またこのパターンがなんか違うんじゃないかとかさ思っちゃうけどね。こいつもさ、あの本来のこいつならさ 99% 連発してくるんだけど、例えばこいつがさね 100% ねやってくるっていうのもなきにしもあらずだからね。ここどうしよう。真面目にこれサリー、まあ、使うか。いや、ちょっともう先進もう、とにかくダンジョン開拓してこう。マジでちょっと先を知りたいから、もうどんどん攻めてこう。でもうなんか最悪コンテもできるらしいしな、このダンジョン。もう最悪それでよくない？いや、ちょっとさ、ダンジョン短いけど一体一体が重くてさ、ちょっとね普通に時間かかるから、今のもさこんだけしか削れないってやばいぞ。なんか気候上以来だぞ、こんなに敵が削れなくて絶望するの。そう、気候上ね、実装時もさ、なんか全力組んでも全然削れなくて絶望するみたいなのあったけど、なんかそれに似たものを感じるわ。ここで多分こいつのね拘束が解除されると思うんで、まあ一旦まずは様子見で、まあここで突破したいんだけど、ちょっとこいつのね行動パターンが変わってたりするとマジで怖い。だからやめてな。拘束解除、あ、 OK ね。あ、よかった。お前は普通でよかった。あー、でもなんかなんだかんだ結構来れてるね。ちょっとこのまま一気にクリアまで行きたいんですけど、ちょっと火2個も組んどくか、ちょっと怖いしな。いや、もうなんかもうパズルの調子おかしいよー。 OK。 あー、やばい。ちょっとこれ集中せんといけんな。あ、なんか進化してね。それは効かないよ。え、ってかそんだけお前。うわ、しかも水属性単体やべえな。なんかセミナーをさ使うのもなんか怖いわ。なんかロックとかしてきたら怖いしね。いや、ちょっと水属性単体はまずいって、さすがに。これ全然削れないよ、これ。なんかすげえ長丁場の戦いになりそう。あー、でもなんか思いのほか削れてる。あー、でもあれか、あのソフィーの、そうだね、キラーだね、これ。神、悪魔、体力、神と体力キラー刺さってんのか。あー、それのおかげだ。なるほど。うん、そうだね、ソフィーがキラーぶっ刺してんだわ。そうだね。あー、でもなんか意外と削れるね。副属性も火力がちゃんと出てるわ。そしてお前のその行動パターンが、あの依頼業とかで見るお前と全く同じなんだけど、大丈夫かな。なんかいきなり頭おかしいことをしてこないよね。ちょっとやめてな、そういうの。本当に初見殺し的なやつはもう、あの序盤だけにしてくれ。本当に頼むぞ。うわー、回復欠損したか。マグニット使おう。なんか最近のダンジョン結構あれだね。なんかさ、この前来たコロシアムのやつもそうだけど、
なんか既存キャラがこうね、行動パターン変えて帰ってくるみたいな、なんかそういうパターン多いね。原点回帰的なやつ。これ多分大丈夫だよね。覚醒無効食らってるとやばいんだけど、そうだね。なんかもしかしたらワンチャンここで倒せそうな気がする。あーてかなんかソフィー溜まりそうだな。ソフィー先使うか。ちょっと正直この裏のスキル必要ないからな。うわーでもなんかちょっと怖いな。発狂ライン入って死ぬみたいな怖いな。ちょっと一旦控えめにしとくか。うん、もうちょっと発狂で死にたくないから、ちょっと一旦ちょっと若干控えめコンボ。うわーやめてやめて。何これ。ああもうこういうゲームか結局。うん、もうコンデするわ。うわーすげえ。俺コンテしたのはいつ以来だろうマジで。なんかこういう初見チャレンジ的なやつさ、俺大体ノーコンでね終わらせたくなる人間なんだけど、 いつ以来だろうね。よーし、これさっきから何落としてんだ。うわなんか来たし。あーなんかこの人がさあれだよね、落とすんでしょう、あの奇跡で。なんかさ攻撃力3倍とかをほざいてんだけど、え、なんかこれ死ぬ気がするんだけど。あのやめてね、マジで。あの石返してよねマジで本当に。あのここでなんかインドラみたいなスキル必要でしたみたいなパターンやめろよマジで。てかなんか吸収無効全然飛んできてないな。ちょっともしこれで負けたら、あーもうダメです、このダンジョン行かれてるわ。オッケー、じゃあさっきね負けたフロアのまあ前のとこまで来ました。今回ソウル&マーニだね。あこれ降臨ダンジョンなのに普通になんか敵ランダムのとこあるんだねフロアが。いやてかさ、てかこのダンジョンマジで難しいんだけど、なんで急にこんな難しいダンジョン出してきたの。まあちょっととりあえずね、今こいつ貴族生なんで多分これで倒せると思う。オッケー、でしっかり彼にちょっとパーティー変えてきまして、まずセイナにウルドで、ネズコにアカソニアで、マグニートに、ヒカリイルミナで、ソフィーに、アガシェリング、スパイダーマンに、雪の下になってます。はい、相方は変わってません。でここねダメージがとんでもないんで、まずスパイダーマンねこれ使います。これさ3ターン殴り合ってさ、でも結局またその後大ダメージやってくるみたいな、そういうオチにしか俺、そういうオチになる気しかしないんだけど大丈夫かな。でしかも今回水オーディンがなんか普通に硬そう。あでも意外と入っとるな。これさ今、え待って待って、あのさこれ激減派ってこれだよ。でおかしくないこのダメージ、どうなってんのこのダンジョンで。しかもこれ多分回復追いつかないよね。まあネズコ使おうか。いやおかしいってこれ、初見殺しの度合いの中でももうこれなんかかなりやばい方だよこれ。これさ3体内にこれこいつの HP 半分にしないといけないとかあるかな。覚醒無効？いやおかしいお前ね、あのマジでさ何を考えてんのこの人。うわー大ダメージだけじゃなくて普通にそういうことしてくるんだ。どうしようこれ、マグニト、いや使わなくていいか。これ3ターン耐えしのげばいいんだよね。それ以外に何にも要求されてることはないよね、特に。3ターン耐えればいいんだよな。頼むで、ちょっとこっからさらにさ、普通に、実は半分切らないとダメでした、ダダダダダーンとかだったら、
俺マジで切れるんだけど本気で。そういうのやめてなマジで。あーよかった。操作短縮来たんで、まあここはまあマグニトリか。さすがにそうだよね。これ以上なんか初見殺し的なことやってきたらもうやれないよ。もうそんなの。いや普通にさ、道中もさ結構難しいんだよね。普通に硬いしで発狂あるしでねえ、ここまで戻ってくるだけでもね相当大変だったんだからさ、ちょっともうさすがにさ、せめてボスぐらい合わせてくれよ本当に頼むから。何はあ、え、これさ、え、これ死ぬ気しかしないんだけど、絶対殺されるじゃんこんな。いやこんな HP でお前のそのなんかダメージ耐えられる気がしないんだけど、ちょっとやめてなそういうの本当に。何がだがまだ終わりじゃねえんだよ、もう終わらせてくれよ。やめて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 。あー怖いよ、もう一回殴んなよ。何やめてマジで、もう怖いから、もうお前のその行動一回一回がマジで怖いから本当にやめてくれ。まあセイナでいっか。ちょっとまずこいつの HP 半分にしないと。いやもうこれでさダメージ受けられんかったら俺もちょっとワンチャン諦めるまであったけど、よかった。いやちょっとコンテしようにもさ、あの石がないんだよねマジな話。真面目な話、石がないからさもうどうしようもできないんだよね。いや硬い硬い硬い、マジで硬すぎる。それ雲かな、オッケー。回復欠損したから、まあ、スパイダーマン使うか。ちょっとまずはこいつの HP 半分にしよう。ちょっとせめてボスの顔だけでも拝まして本当に頼むから。でもうそれでさ、ボスのね例えば発狂とかで死ぬ分にはもう構わないから俺。もうそしたらね、もう俺の残りのね1個の石でコンテしてやるからさ。いやおかしいって、なんで倒せないの、倒せないつうかさ。あとちょっとこのパーティーね、あのねずこなんで8ターン以上のね覚醒無効とか消せない、対応してないんで、ちょっとその辺も頼むぞ。いやこれさ、あの階層がさ少ないからね、俺普通にサクサクいけるかと思ったけど、やっぱこういうパターンだったらもう敵の HP がめちゃくちゃ高くて全然削れないみたいなね。あー行動パターン変わらないんだ、なるほど。まあこいつのダメージ半減も終わったし、ここから普通に殴ればいいかな。いやちょっとさ、これダンジョン難易度だけで言ったら普通にさ気候上とかより難しいと思うんだけど、マジな話。でちょっとお前のその変化普通にあの鬱陶しいんだよな。まあもうそれ以外のことをしないんであれば別に構わないけどさ、なんかやってきそうだよな。もう一山ありそうじゃない。普通に怖いんですけど。単性発狂とかそういうのやめてな、マジで。うわ、なんかいきなり発狂してきた。何これ、いつ。キモ。やべえ。これコンテしよっかな。もう俺、でも待てよ。これまた発狂してきた。どうしよう、こいつが。これ何？これ今さ、こいつの、HP 発狂？それとも単性なのかな？ちょっとわかんない、それが。ちょっともう、コンテするわ。
いやちょっとダメだこれ、もうちょっとボスの情報だけにも知りたい俺は。でちょっともしこいつがね発狂されると困るから、もうちょっとここもう普通に倒そう、うん、もうダメだ、もうこいつ本当になんか、うん、脳みそいかれてるわ本当に、もうどっか行っちゃってるわなんか。なんなんだこのダンジョン本当に、おかしいぞ何もかもが。ちょっと倒してね頼むから。もう俺もこのゲームやめた、もういいや。